ブラホックみたくクオンタイズをゆっくり外してくれ。夕暮れと二人きり席を外してくれ。時間の法則を無視してわけわかんないことに費やしている。このペンは心を動かすためだけにあり、オウムの法則を解くためなんかじゃない。不合格のハガキの前で枯れた背中、来年ありますよなんて言葉かけられないまま。またやりたくないに養ってもらうのか。弱音がお前の答えた答えならマジでほざけよ。お前の席だけドーナツ見たくぽっかりと人を寄せ付けないのは人を見下してるからだろう。結婚が人生のゴールではないですとか言いつつ敷かれたレールをピカピカに磨き上げてるからだろう。どうせ明日は地球滅亡しないんだから。朝の山崎パンを買って帰んなくちゃ。誰もが心の隅で田中愛子を探してる。あの日の失言をリフレインしてる。春らしい陽気に誘われたバカなふりして、無理に上げた口角に無期限のリンクを貼り付け、ミジンコみてえな心臓で今日も生きるのか。なんでもないよって。